女性の活躍推進とデジタル人材の育成、就労を図るプロジェクトの研修が奈良市内で始まりました。奈良県女性デジタル人材育成プロジェクトは県と連携協定を結ぶ企業などが行うもので、女性の活躍推進とデジタル人材の育成、就労を目指して研修を行います。この日、奈良県立大学では一期生たちが初めて一堂に会し、自己紹介や最近嬉しかったことなどを話して打ち解けていきました。家事や育児、介護などのさまざまなライフイベントと仕事を両立させるため、デジタル技術を活用した柔軟な働き方が求められています。プロジェクトでは、就職に向けてこれから4ヶ月間、e ラーニングなどで必要な技術を身につけます。今までしてきた仕事が一つ一つ結びついていってるような状態なので、また次何かステップアップする時に何か役立つのではないかという、一つちょっとワクワク感があります。